お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのゴルデッキの紹介なんですけど、まあこれあれですね、なんか最近もうめちゃくちゃ流行ってるババコヤゴレがあるんですけど、そのババコヤの枠を墓石にした、まあバージョンっていうか、まあほぼ一緒なんですけど、そのババコヤを墓石にしたゴレになります。でただいまこのデッキでですね、マルチをやってて、あー待って、このクロスで1、ラバルで2、スケラで3、迫撃で4、で間挟んで、でスケラに5、ジャイ三振に6、クロスで7、でジャイダクネで8、でバルフルで9、でジャイミズで10で、まあここはオーブンでやってたんですけど、この墓石にしてからですね、マルチ今10連勝してて、今グローバル39位ということで、墓石のがいいというのが個人的にすごいありましてですね、ババコヤでやってる人もいるかもしれないですけど、よかったらこの墓石でですね、ちょっと試してもらいたいなと思いましてですね。で僕的にですけど、僕はもうババコヤよりも圧倒的に墓石の方が使いやすいので、まあ、こちらを使っております。で基本ここは一回ダクネを出して、ダクネじゃない、メガゴ、まあどっちでもいいかな、出して一旦防衛ですね。でできるだけまあその延長に入るまでにはそんなにゴレを出さないのが理想っちゃ理想ですね。けどまあまあまあそこは状況によってなんですけど、ここはもうリクニットいないんで、まあダクネを言ってあげて、相手ペッカですね、これ相手ペッカっぽいですね。あーペッカですね。なんで後半まではまあ待って後半仕掛けたいですね。ここもポイズン打っちゃってみましょう。でこのゴーストはまあダメージ受けるんですけど、またメガゴで、おおやばい、それはやばい、え、うまくね、まあまあまあここは返してて、で多少ダメージ受けたんですけど、まあこれはしょうがないです。でなんで一回まあ墓石を置いてですね、一回落ち着きたい。これペッカに勝てないように見えるんですけど、ペッカにも勝てますし、であとは僕はもう後ろダクネ展開でアド取ってるっぽいんで、一回多分ゴレ展開で良さげですね。ここでゴレ展開して、まあまあまあそうなりますよね。けどここをしっかり溶かせる、ペッカを溶かしたい。よいしょ。で、これペッカ溶かして、さらに、ファイスピ追加で、まあ、ガゴかなんか出てくれたら、ラッキー。あー、ザップで、うまいことやられた。けど、これで突破できてますから、ペッカを。なんで、よいしょ。いやー、それはしんどい。しんどい。けど、まあ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 、まあまあまあ、全然、押されてないんで、でしっかり後ろから展開して、ここを突破したいですね。よし。でそのマルチで結構これウッドだしエレイズとかも入ってないんで、結構あれなんですよ、あのインドラがめっちゃしんどいんですけど、しんどいんですけど別に負けはしなかったんで、何が来ても勝てる感じはしましたね。よいしょ。よいしょ。やばい。ここ一回、一回防衛。一回防衛。ここ、あーやばい。ここやばい。これ良くない。これ良くない。けど、ターゲットをなんとか変えて、これはさては、あれか?さてはあれや、動画取り出して一本目負けるやつや。よくあるわー、こういうの。いや、待って、でもホバリング入ってる。ん?ワンチャン勝てるんちゃう?ないか。え?悪くないっすか?で、ゴーレム出して、これポイズンだけだと、あーでもあれが、ディガーが来る、ディガーが来る。ここディガーとウッドで。あーいしょ!耐えて、耐えて、ほら、相手ピック間に合わない。よいしょー。で、あとポイズンで。GG。いやー、超しんどい。
まあよかったよかった。まあまあまあ、で実質これで今11連勝みたいなのがありますからね、マルチと含めて、という感じで墓石の方が強いです。本当に強い。ふぅし、ということで次ですね、結局まあやっぱインドラがしんどいぐらいで、まあ今流行りのハッキリガーにも余裕ですし、逆にまだ負けてないんで、この墓石バージョンで何のデッキに負けるのかを知りたいですね。ということで次ですね。で、まあ初手は基本、まあ絶対待ちですね。待って、まあ、相手が何もしてこなかったら墓石置きますね、この手札だと。もしまあ初っ端にゴレがあるなら、相手が何もしてこなかった場合はずっと待っていても大丈夫ですね。後半始まった瞬間にゴレ展開でも、よいしょ、ディガープラスコウモリなんで、相手はバルフリが三重詩か、相手はテンプレの三重詩っぽいけど分かんないです、ね、ん、ああ、白撃リガス、白撃リガス、なんでここは勝ちたいですね。しっかりまあガゴムレに対してはポイズンとハイスピどちらかを当てていきたい。あ、スケラ、んなんでこれ、相手のデッキがいまいち分かんないです。で、ここはしっかりメガゴをずっとホバリングで、あー、ここ私は受けるんですけど、まあ、ここは、しょうがないですね、まあまあ。相手のデッキがよくわかんない。いや、これ、あれっすわ。ディガポイっすわ。で、あと相手は多分1枚あとテスラが入ってるんですよね。このデッキはどっかで見たことあるんですよね。ということで、もうこのダクネの形ができたんで、ここでもう、やっちゃいましょう。なんかめっちゃ適当、言ったら適当なんですよね。こんなんでいいのみたいな感じに見えるかもしれないですけど、後ろからダクネ展開して相手がなんか特に何もしてこなかったらそのままゴレを重ねるのは全然いいかなと思いますね。けど後ろから初っ端普通になんかゴレ展開するの意外と怖いっす。ダクネ展開からの、まあ、ゴレを出すのが理想ですね。よし、一回墓石置いて、このホバリングが厄介、相手からしたら。ダクネ出して、多分これポイズンされるかな。うん、そうっすね。でこのポイズンした後にホバリングが強い、ポイズンに対しても強いし、これはあれですね、ホバリングで処理した。あー、で、このバルキリーの1枚。で、ここに、なんかコウモリキーがなんか来る。で、ファイスキー。で、アウトローにウッド打ってあげて、もうこれは、頑張って。まあ、相手はここでもう苦しいポイズン防衛ですね。で、さらにまた1回、こう、ダクネ後ろから展開して、これに合わせて、ゴレ展開でいいかなと思います。でもこれは、勝ちましたね。もう相手が苦しい苦しい状態なんで。ここメガゴンも出してあげて、で、もう一回、あのテスラを、しっかりホバリングで壊そうとするのを邪魔してくるコウモリをファイスピで、まあ来なかったですけど、あ、相手防衛うまいっすね。ポイズン防衛でしっかり防衛してきてますね。ちょっと危ない。ここはゴレ出せませんけど、多分コストが間に合わないかな。一回落ち着いて、いや間に合う、いやーでもこれは一回落ち着きます。ここ普通にポイズンで削って、でも逆サイはそんなダメージ受けてないんで、よいしょ、いやしんどいな。ここででも相手ポイズン使ったんでゴール出したい。間に合い、間に合い、間に合い、間に合った、オッケー、間に合ったのに、間に合ったのに、で、これディガー飛ばされて、あれですね。多分、やっちゃったパターンですよ。この辺に、あれなんですよ。
ギャングが来なかった。やばいやばい、いやー待って負けたくない。いや待ってホバリングが入った。おっと、あまあラッキー勝利みたいなもんですね。よしよしよし、ということで今回はこんな感じかな。今実質マジで12連勝でマジで負けてないですよ。まあ負けみたいなもんですけど、本当に墓石が優秀ですね。様子見れましたし、はい、なんだかんだいいかなと思います。でよければこの墓石ゴレですね、使ってみてほしいなと思います。ではでは、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。